空にきらめく無数の星々、星座の数だけベイがある、バトルの数だけドラマが生まれる。これはベイブレードに全てをかけた熱きブレーダーたちの物語である。ベイ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 メトファイガンガンバクテン目いっぱい、今日に立ち5周撃ち抜くのが地球がの願い、歌にあるだぜ心の鉄は誰にも折れやしない、もっと固く打ち当てろ。ベイ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 メトファイガンガンバクテン目いっぱい、ベイ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 響き合う。京也さん、夜通しバトルしっぱなしじゃないですか。いいから構えろ、俺はまだまだ暴れ足りないぜ。はい、ゴーシュー行くぜ、ロックレオネゴーシュー。楽しい楽しいぜ、久しぶりにこの俺が全力で戦える相手が現れたんだ、貴様らも喜べ。待っていろよ、鋼銀河。この盾神京也が貴様を完膚なきまでに叩き潰してやるぜ。このレオーネでな。はあ、楽しかった。ベイブレード最高、久しぶりに楽しいバトルができたぜ。よかった、銀河をベイパークに連れて行った甲斐があったよ。ああ、ありがとな。これで分かってもらえた？この街にいるのはフェイスハンターズみたいな奴らばかりじゃないってこと。ああ、俺この街が気に入ったよ。え、それじゃあ、うん、しばらくこの町にいることにするよ。やった、この町でとびっきり強そうなやつも見つけたしな。でも本当に大丈夫なの？お、何が？
京也だよ京也。あいつはフェイスハンターズのリーダーで、他の奴らとは別格なんだ。一度あいつのレオーネが回り出したら、相手を完全に叩き潰すまで止まらない。京也のレオーネはまるで狩りを楽しむ野獣だって言われてるんだ。京也と戦って銀河にもしものことがあったら、僕、俺はそういうやつを探して旅をしてるんだ。それくらいの方がやりがいがあるぜ。でも大丈夫、相手が誰だろうとペガシスがいる限り俺は負けないさ。なペガシス。なになになに、かわいそう、かわいそう。やっぱり各部のジョイントが摩耗してる。これじゃ全体のバランスに微妙な誤差が生じるわ。強力なアタックを受けた時の耐久性はマイナス 0.7%。 0.7？ それにほら、見た目にはわからないけど、ウィールの表面に無数の傷が刻まれてる。このままにしておくのはかわいそうよ。うわぁ、ほんとだ。かわいそうってペガシスのことだったのか。古いものからつい最近できたものまで。最近のは1機や2機の相手じゃないわね。一体どれだけの相手と一度にバトルしたの？それはすごいや、そんなことまでわかるんだ。浅い傷だからと侮るなかれ。傷が風の抵抗を受けたら本来の回転もスピードも維持できなくなるのよ。よってそれは私がお手当てします。それまでバトルはお預けね。てか君誰？ここよ、入って。うわすごい、激レアモデルだ。ここパパのお店なの。へえ。地下は私がベイのメンテナンスルームに使ってるのよ。ってことは君もブレーダー？どうだろう、バトルはあまりしないから。私はベイの修理やバトルのシミュレーションする方が好きかな。へえ、変わってるね。どうかな。あ、適当に座ってて。ペガシスのこと詳しく調べちゃうから。はい。え、あでもダメ、今は何でもなくても小さなことが積み重なるといつか思わぬ大怪我をするわ。これもペガシスのためよ。ペガシスのため？うん、そうだよな。考えてみればこれまでバトルバトルの連続でペガシスをゆっくり休ませてやる暇なんてなかったっけ。わかった、よろしく頼むよ。マドカ、天のマドカよ。思ったより深刻ね。深刻って？クラックもそうだけど、いろんなクズがこびりついちゃってる。ずいぶんいろんなところで活躍してきたみたいね。おお、クズってそんなに大変なことなの？当然よ、一口にクズって言っても種類はいろいろ。砂、ホコリ、繊維、重さも質も違うからバランスだって悪くなるでしょ。ほど。わずかな隙間から水が入れば機体を傷める原因になるし、ジョイント部分に砂が入れば回転するたびに擦れて内部に傷をつけちゃう。確かにね。みんなバトルばかりに夢中になって大切な自分のベイのことを考えてあげてないのよ。私そういうの見るとほっとけないんだ。思ったより時間がかかりそう。ペガシス、今日はうちにお泊まりよ。え、ダメ？ああ、いや、もちろん。ペガシス、しっかりメンテしてもらえよ。だってよろしくね。さてと、それじゃ。え、ペガシスは俺の相棒だ。どんな時でも離れるわけにはいかないぜ。ペガシスが泊まるなら俺の寝床もここだ。まあ別にいいけど。ねえねえ、まどかちゃん。ん？ペガシスのメンテナンスが終わったら
僕のサジタリオも見てくれる？うん、もちろん。やったー、よかったね、サジタリオ。こんな遅くまでペガシスのために。バトルをするだけがブレーダーじゃない。あの子も立派なブレーダーの一人なんだ。うわ、ここもだ。よし。ペガシス。そこだ。ペガシス。メンテナンス終了。あとはバランスの調整をすれば完了ね。マドカちゃん、もうペガシスのメンテ終わってるかな。次はお前の番だよ、サジタリオ。やっぱちょろいぜこいつ。なんだよ、僕のサジタリオを返してよ。こいつを返して欲しけりゃ銀河をメタルタワーに連れて帰れ。銀河を？もし連れてこなかったらお前のベイがどうなっても知らんぞ。あ、待ってよ。フェイスハンターズの奴ら、どうしよう銀河。俺は逃げも隠れもしないぜ。そのメタルタワーってのはどこだ。銀河、こっち。ちょっと待って、ペガシスはまだバランスの調整が済んでないわ。それが終わってからじゃないと。今はそんなことしてる場合じゃないんだ。行こうケンタ。うん、うまっ。よく来たな、鋼銀河。フェイスハンターズ、僕のサジタリオを返してよ。返してやるさ、そいつが京也さんとのバトルに勝てたらな。望むところだけど、この前みたいな卑怯なバトルはごめんだぜ。俺を誰だと思ってる。貴様など俺一人で十分だ。一騎打ちなら文句はあるまい。さあ俺と戦え。のメンテはまだ完全じゃないのよ。今戦ってペガシスにもしものことがあったらどうするの。でもケンタのサジタリオが。あれを見な。貴様が戦わないならこいつはここから真っ逆さまだ。全力を出して戦うにふさわしい相手、容赦なくぶっつぶせ。もうペガシスがどうなっちゃっても知らないから。1! GO! SHIT!
ワイドボールだわ。ビール防御力800、遠心力300。あのベンは典型的なディフェンスタイプね。よほど防御に自信があるのよ。でも自分も攻めない限り勝てないよね。なんだか嫌な予感がする。さあどうした銀河、かかってこい。まだだ、もっと回転を上げて。今だ、行け。ペガセス、かかったな。弾かれた。ああ、銀河の攻撃が効かない。ペガセス、もう一度だ。どういうことだ。まだまだこんなもんじゃないぜ。燃えろ、レオーネ。うわっ、なんだ今のは。どうなってんの。ペガシスがあんなに軽々と吹き飛ばされるなんて。メンテが完全じゃなかったせいなの。違うわ、風よ。風、これを見て。あ、そうか、レオーネはこのタワーの屋上に吹く強い風を利用してるんだ。レオーネの回転で風を巻き込み、見えない壁を作っているのよ。くそ、銀河を罠にはめるため自分に有利な場所を指定してきたんだな。こんなの卑怯だ。貴様は甘いぜ銀河。バトルに勝利する条件はブレーダーの腕、ベイの性能、そしていかに自分に有利な対戦場所を選ぶか。仲間のためとかベイ魂とかくだらないことに気を取られ、そいつを見落とした貴様のミスだ。くだらないだと。だがカラクリが分かったところで貴様に敗れるか。これこそがレオーネの必殺戦技、獅子暴風壁だ。アムアウトかよ、ダッセ。ごめん銀河、僕のために大切なペガシスを。何言ってんだケンタ。え、俺のペガシスはまだやられちゃいないぜ。ああ、ふざけんな。てめえのベイはたった今飛ばされて。何、これはペガシス。俺の作戦は完璧だったはずだ。なぜ、まさか貴様初めからこれを計算して。どんな大きな台風もその中心だけは風が弱いものさ。そうか、だから
一度わざと風に飛ばされて空から相手の唯一の弱点を狙い撃ったってわけね。やるじゃないキング。そんなまさか京也さんが負けるなんて。約束通りこいつは返してもらうぜ。すごいすごいよギンガ。まさかの大逆転であの京也を倒しちゃうんだもの。おかげで僕のサジタリオも無事戻ってきたし本当にありがとう。いやまあいいからいいからでも勝てたからよかったけど、あんな無茶してペガシスにもしものことがあったらどうするつもりだったの？それはペガシスにごめんなさいわ。ごめんなさい。うん、よろしい。ありえねえ、俺が負けただと。このまま引き下がれるか見てろよ。次こそは必ず勝ちたいですか、鋼銀河に。何？強くなりたいですか、もっと。貴様何者じゃ。その願い私が叶えてあげましょう。なんだと。Okay, alright, 未来光輝く汗、今から